で見てみましょうですけども、今回のテーマは何ですか？クレオパトラをちょっと着てきましたということなんですね。クレオパトラに乗ってきましたですね。はい、この衣装は誰が選びましたか？メイクはママがしてくれた。ママがメイクをしてくれたということですね。クレオパトラのパーティーをメイクを出してくれて、そういうことですか。はい、後ろがちゃんと何て言うんですか、クレオパトラの衣装を妖艶に表現してくれてますね。はい、ジョーちゃんありがとう。じゃあ、はい、ありがとうございます。さあ、いろんな登場するんですけども、まだまだご紹介ついに登場いただくのこの2人です。どうぞ。はい、こんにちは。エントリーナンバーは17番のお名前は何ですか？あおいちゃん。はい、あおいちゃん。今日の衣装は何ですか？魔女です。魔女ですね。さあ、そして夏に持っているのは何ですか？魔女なんですけど、ちゃんとスペインにもパスキーをお願いして、何本にしようと思ったのは何ですか？ママが考えてこの衣装になったということですね。ちょっとヘアゴムにもね、バッグとかついてますけども、ママと一緒にこのヘアゴムの小物までこうねしてですね、ちょっとハロウィンにしようっていう感じでおばけをいっぱいつけてくれてます。魔女かわいいですね。はい、ありがとうございます。さあ、では続いて登場されるのはこの子たちです。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。エントリーナンバー24番のお名前は何ですか？リネイです。リネイか。はい、さて、今日のお仕事は覚えてます。何をテーマにしますか？サダコです。サダコですね。はい、サダコね、映画にもあったからね。サダコは好き。登場させてきました。
もう本当にキキちゃんそのものっていうことですけども、魔女の宅急便のキキちゃんは好きですか？可愛いから好き。このキキちゃんの衣装はお母ちゃんにも作ってくれるんですか？くれたということですね。もう一緒に頑張ってキキちゃんに。キキちゃんはまだ違うアニメです。なんかでも見て好きだから今回コミッションにしてもらったんですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。さあ、では続いて登場していきましょう。どうぞ。はい、こんにちは。エントリーナンバー33番のお名前は何ですか？
に皆さんどうですか、わかりますかね、天使の羽が常にこうピカピカと光っているんですね。そしてもう一人見てみた方がいいというですね、天使にしようと思ったものがどうと考えましたか。天使に可愛いのでこの衣装は手作りですか。手作りで天使の衣装を作ってくださったんですね。確かにこのようにフォーマルスカートも雰囲気のような感じになっていますね。はい、ありがとうございました。はい、後ろ姿の羽がこう引っ張ってるんですよね。はい、ではスイーツ上に行きましょう。こんにちは。はい、エントリーナンバー40番。のぞみちゃん。はい、のぞみちゃん、今日の衣装は何ですか。ベルですね。そう、あのディズニー美女と野獣のベルなんですね。ちょっとくるっと回ってもらっていいですか。はい、この黄色のリボンですね。本当にベルの衣装のものなんですけども、はい、のぞみちゃん、ちょっと前に向けてみんなに見てもらって可愛いから。のぞみちゃんもベルは好きですか。可愛いから好き。大好きなベルに今度はなってくれたんですけども、このピンの衣装は手作りですか。手作りなんですね。誰か作ってくれましたか。ママが作ってくださったということで、作ってくださってますので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。